はいみなさんこんにちはレック専任講師森田隆二ですそれではただいまより不動産鑑定試験夏に初めて担当合格論文も見据える学習法を開始いたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日ですね、えー、不動産鑑定試験講座のですねガイダンスということでありまして、えー、まあ三十分ほど私の方でお話しさせていただきます、えー まあ経済学とね会計学を担当しているま森、あ、田隆一と申しますではですね本日のこのガイダンスの構成なんですけどもまず1点目なんですが不動産鑑定試験は狙い目の資格であるということを簡単にお話しさせていただこうかなというふうに思ってますね不動産鑑定試験という不動産鑑定士という資格があるわけなんですけどもあのあまりですね多くの人に知られてる資格ではないのかなとは思いますがしかしながら今ね 狙い目であるとというところですねそんなとところをおお話できたらと思っておりますでそれを踏まえましてね、えー、不動産鑑定士になるにはどうすればいいのか試験に合格すればいいんですけどもあその試験制度ですねこれを、えー、お話しさせていただきましてそしてじゃあ合格するにはですね、まあ、どのようなですね講座をレクがですね提供させていただいているのかあそれをですね3番目にお話しさせていただきます。 では、えー、私、経済学の、えー、講師ですから、まあ、エコノミストの視点ということで、えー、お話しさせていただきますが、えー、狙い目の資格がどうかっていうのはですね需要と供給を考えればよくてですねまず1点目なんですけども、えー、人手が足りてないというのがですねこの業界なんですね、えーまあ、つまり、供給が少ないということであります。 まあ後ほど次のページになりますけどね、えー、お話しさせていただくんですが、まあ、現在、不動産鑑定士の方はですね、まあ、大体9000人というふうに言われているんですね、まあ、場合によっては8000人ぐらいなんじゃないかなというふうにも言われたりしてるんですけどもとにかくまあ少ないと、えー、そして高齢化が進んでいるということでありますから、まあ、人手が足りてないというね、えー、そういった状況にあるとですからまあ非常に不動産鑑定士になると、まあ、チャンスが広がるということになるのかなと思いますね。 一方でですね仕事も多いんですね仕事が多いということで、まあ、需要が多いということで、まあ、供給が少なくて需要が多いというのが非常にですね狙い目なあそういったね市場になるわけなんですけども不動産鑑定士というですね、まあ、資格はですね、えー、不動産鑑定士になった後、まあと供給が少なくて需要が多いねそういったマーケットで商売をすることになるんだよということでまあ、そういった意味で考えますと狙い目なんですねということですね。 1>, えー、1と2が揃っているならば狙い目の資格であると。ではあ三大国家資格ということで、まあ、文系三大国家資格っていうふうに、まあ、たまに言われたりするんですけどもまあ,あ実はその三大国家資格の一つが鑑定士なんですね。まあ、ちょっと一個ずつ見ていきますが まあ司法試験というのがありまして、まあ、司法試験合格者の大半が弁護士になると、まあ、もちろん弁護士以外にもです、ね、裁判官であるだとか、検察官であるだとか、まあ、いろいろな場合はあるんですけども、多くは弁護士になるかなというふうに思いますが、まあ、司法試験というのが、超難関資格というふうに言われておりまして、まあ、弁護士の方はだいたい4万人ぐらいいるというふうに言われてるんですね。 一方で三大国家資格の二つ目なんですけども公認会計士試験ですね、えー、公認会計士、まあ、これは大体3万人ほどいると。で一方で、えー、三大国家資格の一つである不動産鑑定士はっていうと。 先ほどちょっと申し上げましたけど約9000人ほどということで、まあ、非常にですね、まあ、ただ単にね数だけでちょっとね列挙をする数だけで物語るというのはですねちょっとまあまりにも単純すぎるというふうなご批判もあろうかと思いますけども、えー、9000人というのは仕事のありにはですねちょっと少なくてですね、えー、希少性が高いというふうにまあ考えることができるのかなと、まあ、9000人しかいませんから供給も少ないと。 えーまあ、しかもですね先ほども申し上げましたけど高齢化が進んでおりましてね40%超が60歳以上というふうに言われたりもしておりまして、まあ、これからですねちょっと、えー、もう少し若い人が欲しいということを、まあ、うん国,交省国交省が管理しているわけなんですけども考えておりまして、まあ、国交省はですね今うん試験制度をねちょっと変えるということをまあ言われておりましてですね今までこの不動産鑑定試験というのはどうしてもですね難関国会 近くということでありますからあの勉強時間が長くかかってしまったんですけども、まあ、短期合格を可能にするような制度に変えていくということをまあ不動産あの国交省は言われておりましてですね、まあ、そういった意味でもチャンスがあ、ね、受験生の方にとっては広がっているということでありまして、えー、ぜひ、ね、チャレンジしていただければと思っております。 ではあ不動産鑑定士の仕事ですね、まあ、こんな魅力的な仕事なんですよということなんですが、まず1つ目、ですね不動産鑑定評価業務というのがありまして、まあ、公的評価、民間評価ということで、い、ま、わ、あの不動産鑑定評価業務っていうのは、お客さんがですね、まあ、公的なお客さん、それから民間のお客さん、この2タイプいるということで、したがって結構仕事があるのかなというふうに見ることができるんですね。そそもそも不動産鑑定評価業務って何ですかっていうとう、えー 理論的にですね理論的に土地や建物などの不動産の価格を求める業務ということですね、まあ、公平中立な立場からですね理論に基づいて不動産のですね価値を計算する、そういった業務ですね、これが不動産鑑定評価業務といいまして、これが不動産鑑定士のですね中核的な業務になってくるということですねで。お客さんは公的なお客さん、それから民間のお客さん、2タイプいるということですね。 でまあ、これというのは、ですねこの業務ですね、独占業務なんですね、えー、したがって、ですねここだけとっても希少価値が高いということでありまして、えー、独占業務ということは、ですね、まあ、例えば、あまあ、超難関のですね司法試験合格をしたですね弁護士であったとしても、不動産鑑定評価業務は行えないと、あるいは公認会計士さんも行えないということで、そういった意味では独占業務と。 まあ、例えばな同じく難関資格のですね税理士という資格がありますけれども税理士なんかはですね例えば弁護士だとかあるいは公認会計士が登録をすればですね税理士業務できちゃうということで従、えーまあ、ってそういった意味ではですね独占ではないのかなと、えー、しかしながら不動産鑑定士不動,、えー、不動産鑑定評価業務というのは、ね、不動産鑑定士以外の資格の人はですねあのできないということでありますので従、まあ、ってですね独占業務、えー、つまりすなわち希少価値が 非常に高いかなというふうに見ることができるんですね。で一方でですね、コンサルティングの業務ですね。クライアントにソリューションを提供する業務ということでありまして、まああのコンサル まあですね、コンサル自体はです、ね、別に鑑定士を持ってなくても不動産のコンサルというのはできるわけですねコンサルティングの業務というのはあの別に資格は不要なんですよ、えー、国家資格で中小企業診断士という資格がありますけれども別にあのコンサル自体は診断士の資格は持ってなくても全然可能であるということでコンサル自体は別に鑑定士持ってようが持ってなくても持ってようが持っていまいができるわけなんですけどやっぱり不動産鑑定士というのは不動産資格の最高峰に位置しますからやっぱり不動産のプロ中の プロであるということで不動産鑑定士ならねばなどですねあのコンサルティングっていうのが可能になるわけなんですねですからやっぱりこの不動産鑑定士のそのコンサルティング業務っていうのはやっぱりね、えー、不動産鑑定士の仕事として、えー、もう一歩の柱もう一歩のねもう一歩の柱となってくるということであります。 でえー、不動産鑑定評価業務、ですね先ほど公的評価と民間評価ということで、まあ、公的なお客さんということを申し上げましたけれども、えーまあ、依頼主ですね、まあ、公的な方が依頼をするということなんですが、まあ、具体的に言うと国、都道府県ですね、まあ、仕事の場面といたしましては公示地価それから相続,相続税路線価というのがあるんですけれども公示地価というのはまあ国交省が毎年発表すると。 相続、えー、税路線価は国税庁が毎年発表するということでありますけれども、まあ、結構ね、えーまあ、ん注目度が高いね、えー、そういったものですよね、えーまあ、工事地価相続税路線価と相続税路線価はですね、まあ、大体工事地価の8割ぐらいの値段になるように計算されているというふうに言われたりしますね。 でまあ、工事地価の具体例としてあごめんなさいその前にね、えーまあ、仕事の場面といたしましては工事地価だったりあるいは裁判所の競売ですね、えー、不動産いくらなのっていうのを計算する場面がありますしこういった場面では競売の場面では不動産がいくらなのかっていうのを明らかにしなければいけませんしあるいは公共用地の取得ですね、まあ、こんなことをする際にもですね、えー、その不動産いくらなのっていうのが必要になりますし またいましてこういうまあ仕事の場面がありましてですね毎年行われるようなものですからあー安定した需要があってえということであります安定した需要があるというのがまあ非常に魅力的なのかなと一回限りじゃありませんからね一回限りで終わってしまう仕事であれば まあ、来年どどううななのとといいことになってしまいますけども、えー、工事地価とか相続税路不正価っていうのは毎年発表しているわけですから毎年計算するということで、えー、毎年、まあ、安定したそういった、ねえー、需要があるというところが非常に魅力的なのかなと。 でまあ、地下工事というね工事地下ですね工事地下を、えー、発表することを地下工事っていうふうに言いますけども、まあ、地下工事法というのがありましてね、えー、国土交通省が発表していると、えー、国土交通省地、えー、土地鑑定委員会というところが、まあ、工事地下を、あのー、発表しているわけなんですけども、えー、毎年1月1日時点のですね2万6,000の標準値の客観的なね 客観的に妥当な価格をですね公示するということでありまして大体3月にね毎年発表されておりますよね、1月1日時点のその,、まあ土地あの不動産の値段ですね、それを3月に発表していると、非常に注目度が高いですね。でこのこあの 工事地価というのはですね土地を取引する際の重要な指標にもなってきましてですね、えーまあ、よく話題になるのがですね2019年、えー、よく話題になるのが、まあ、最高の地価最高額なんですけども2019年はですね、まあ、4年連続だったわけなんですけども銀座4丁目の山の楽器銀座本店ですね、えー、ここがあ最高額ということでありまして、えー、なんと金額はですね1平米あたりですね5720万円ということで過去 最高を毎年更新している状況にあるわけなんですね。まあちなみにやっぱり銀座って高いですね。えー、まあ一位から四位まで銀座が独占していると、で五位は丸の内そして六位が新宿ということで、やっぱり銀座って圧倒的に高くてですね、まああの非常にいいね、えー、高額の金額、えー、値段がつくということでありますね。 で鑑定評価業務の二ということで民間評価なんですけども、えー、依頼主は民間つまり個人企業でありますが仕事の場面といたしましては不動産を売ったり買ったりする、ね、あるいは不動産の担保を,を、えー、設定する場合、まあ、不動産いくらなのっていうのを知りたくなりますし不動産貸す場合もですね借りたり貸す場合もですねやっぱり不動産がそもそもいくらなのかっていう情報が必要ですからあこういった仕事の場面があります。 それあるいはですね相続ですね相続の場面の中でも不動産の金額を明らかにする必要がありますしあるいは M&A ですねもう最近も活発に行われておりますね M&A はね2018年度で言いますと日本企業の M&A の件数金額ともにですね過去10年で最高ですからまあ非常に M&A なんか活発にまあ合併と買収ですけどねマージャンドアクイズィシよンというふうに言いましてですねまあ非常に活発に行われているということでまあしたがって でその M&A なんかがあの、ね、行われますとそもそもじゃあ,あの保有している不動産いくらなのかっていうのが必要あのそういった情報が必要になりますからえ鑑定士さんがあやっぱり、ね、介入するそういった場面が出てくるということですねでそれから、まあ、不動産の証券化なんかでも不動産インコのいくらなのかっていうのが明らかにしなければなりませんので、まあ、仕事の場面というのは、まあ、民間の評価でもいっぱいあるということで需要が多いですよってことですね。 それからですねコンサルティング業務ですね、えー、丸一番といたしまして不動産の有効活用の提案ということですねやっぱり不動産の有効活用を提案できるのはやっぱり鑑定士だけではないんですけどもやっぱり鑑定士さんはやっぱり経験それからその知識、えー、これが豊富ですからねやっぱり有効活用の提案っていうのは、まあ、鑑定士のその領域なのかなと。 それからまあマンションの建て替えの、えー、際のコンサルティングですね。 えー、丸三番、えー、市街地再開発事業等にかかる不動産の権利調整も不動産っていうのはもう権利関係が複雑ですからねその権利調整を行うのもやっぱり鑑定士の仕事なのかなと、えー、それから、まあ、CRE 戦略ですね、えー、コーポレートリアルエステート戦略というふうに言いますけども企業が所有している不動産の有効活用の提案、えー、こういったのも、まあ、最近では重要なあのコンサルティング業務の一つでありますし それからプロパティマネジメント不動産管理業務こんなところなんかにもコン,サルティングのコンサルティングを行う余地があるのかなということであります。つまり需要が多いといととうことで,す、ね、ですから官邸評価業務民間とそれから公的評価と民間評価とありましてそちらも需要が多いんじゃないのかと。 一方で、コンサルティング業務もやっぱりですね、あの需要が多いんじゃないかということでありまして、まあ、しかも9000人ほどしかいないということで、供給が圧倒的に少ないということでありますから、しかも高齢化が相当進んでいるということでありますから、供給が少なくてですね、需要がまあ結構豊富にあるということで、まあ、マーケットとしてはですね、非常に魅力的なマーケットなのかなということで、まあ、参入する、えーねえーまあ、参入するべきマーケットの一つなのかなというふうに、まあ私なんか かね、考えているわけなんですけどね。 では、ちょっと CRE 戦略ですね、先ほどちょっと出てきましたけど、一つの例ということでありまして、まあ、例えばキリンホールディングスという企業がありますけども、まあ、17社ですね、えー、いるわけなんですが、まあ、中野に結集しましたね、まあ、キリンビールだとか、キリンビーバレッジだとか、メルシャンだとか、まあ、いろいろキリン系の企業があるわけなんですけども、17社がですね、中野に結集したんだと、まあ、今、私が収録してる、ね、その場所が中野なんですけども、 あの非常にもうすぐそばですねすねぐそばのところにキリンが引っ越してきましてですね今中野に集結してるんだということですね。でメリットなんですけどねやっぱりこれですね防,、えー、防災ですね安全性ですねやっぱりこう新しいビルですから防災安全性が非常に高まるというのが、まあ、日本は地震の多い国ですからね、まあ、メリットの一つかなと。それからまあ効率化コミュニケーションの円滑化ですね。 やっぱりあの点在してるとですね会社が点在してるとやっぱりコミュニケーションが円滑に取れないとやっぱり通信の手段というのは発達しておりますメールそれから電話でも最近は会議できちゃうだとかやっぱりこうねあの通信の,その,、えー、あの通信手段っていうのはもう本当にどん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 ,どんと進化しておりますけどやっぱりコミュニケーションのですねその、まあ、基本はですねやっぱりフェイストゥフェイスですから。 一箇所に集まって話し合うというのが一番生産性が高いわけでありまして、まあ、それがですねやっぱり一箇所に集あの結集しますと可能になるということでそこがまあメリットなのかなとそれからまあ重複するコストなんかもですね一箇所にまとまることによってですね削減できるということで、まあ、CRE 戦略ですね企業が持ってるですね保有してるですね不動産 これを有効活用するというね、えー、まあそれの1つの具体例としてキリンホールディングスの例なんかがあるのかなというふうに思いますね。で、えー、まあじゃあそもそもですね不動産鑑定評価という業務ですねどんなフローなんですかということでありましてまずですねお客さんからの依頼、えー、これを受け付けると。 でその後ですね現地調査資料収集ということでネタを収集するわけですね、えー。その不動産はいくらなのかと計算をする際のネタを収集する現地に行ってですね調査するそしていろんな資料を集めるんだとネタを収集するというのが丸二番そして丸二番でそのネタに基づいてですね計算していくんだとで、えー、不動産鑑定評価書を作成しですねそれをお客様に交付すると、まあ、こんな流れでしょう、えー、仕事を行うと。 で合格後の道といたしましててでですすねねいいろいろ用意されてるんです、ね、まず1つ目独立開業といたしまして、えーまあ、こういう独立もう一国一城のある地になるというのが一つの道であると、えーまあ、公的評価というね毎年一定の安定した収入というのがありますから、えー、従ってですね、まあ、独立開業するということも全然ありなのかなとういうことですね。で、まあ、コンサルティングというねもう一つの柱もありますんでね。 でここでやっぱり差別化するというのが、まあ、やっぱり一つのポイントでありましてですね、まあ、いろんな差別化の仕方があるんですけども、まあ、最近だったら結構ね鑑定会計士さんだとかあるいは弁護士の方だとか結構鑑定士に参入する方多いですねだから私の受講生の例えば合格された方でも弁護士の方であるだとか会計士の方であるだとか、まあ、結構いらっしゃいますよ。えー、まあやっぱ差別化ということでやっぱ鑑定士を持って鑑定書をさらに取ることによって差別化を加えるだとかね あるいは英語が得意な方だったらですね英語と鑑定,鑑定評価だとか、まあ、いろいろあるんでしょうけども差別化を加えていくことがコンサルティングで必要だと思いますけども差別化を加えることによって独立会業もですね、えー、まあ非常に魅力的な選択肢の一つといえるのかなと思いますね。でそれからまあ共同経営というね、えー、まあ弁護士等とワンストップのサービスを提供するとそんなのもありなのかなと。 まあいろんなねえことが考えられます。で合格後の道ということで企業内鑑定士っていう生き方もあるんですね。まあ、不動産鑑定事務所ね大手の事務所中小の事務所いろいろですけども鑑定事務所に勤めるということも可能ですし、えー、まあやっぱ信託銀行はやっぱ鑑定士さんがま豊富にいらっしゃいましてねま信、あ、託銀行なんかで働く。 というのもありですしあるいはあのーまあ、不動産会社はもちろん不動産に絡みますし建設鉄道、まあ、この辺ですね不動産会社建設鉄道というのはまさにまちづくり不動産に関わるような仕事もされておりますんで、まあ、したがって鑑定資産が活躍する余地がいっぱいあるとで最近で言うと観光庁ですね、まあ、財務省ですね、えー、そういったところなんかでもやっぱり鑑定資産増やそうという動きがありますし信託、まあ、銀行以外の金融機関、まあ、メガバンク ととかかそういっったところなんかもやっぱり不動産に絡み鑑定士さんっいう不動産鑑定士さんっていう資格を持った方が働く活躍する余地がいっぱいあるんだよということで企業内鑑定士というねそういった道も用意されているということであります、ねまあ、したがいましてちょっとここまででまとめておきますけども、あのー、非常に需要が豊富であるとね。ね えー、そして供給が、まあ、少ないということでありますから非常に狙い目の資格であるとしかも、えー、1点付け加えるとするならば今まで不動産鑑定試験というのは、まあ、難関資格の一つですから三大国家資格の一つですから非常に合格するまで時間がかかってしまったと時間がかかってしまったんですけども、えー、今の国交省は、えー、短期合格を可能にさせるようにしますということでありましてです、ねえー、短期合格可能な試験にです、ね、どん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 毎年チェンジしていっておりますから えーまあ、したがいまして、えー、参入するべき資格の一つなのかなというふうに私は考えているんですけどね。では、ですねこれを踏まえましてね、ねじゃあ、不動産鑑定士を受かるためにはどうすればいいのかと、じゃあ、まずそもそも試験制度はということでありまして、ここからはこの2020年のね、えー、このパンフレットを使ってですねお話しさせていただきます。えー、っとパンフレットのですね、えー、2ページですかね、えー、こちらちょっと映しますけども。 えっとまずです、ね、この不動産鑑定士試験というのはです、ね、担当式試験と論文式試験この2つから成り立っておりましてでその試験に合格すると実務収,収集というのがあるんですけども、まあ、レックがお手伝いするのはこの論文式試験までということでありましてでまず担当式試験ですね、えー、試験の、えーえー、試験日ですね 5月の中旬ですね日曜日ということでありまして、まあ、試験科目は行政法規と鑑定理論という、まあ、2科目ですねで担当式試験というのは要はマークシートの試験でありまして1日でやっちゃいますよとで、えー、まあ合格ラインなんですけどもおおむね7割というふうに言われておりますね、えー、が合格ラインであると一方で論文式試験なんですけど科目はですね何かなっていうと あのここに書いておりますけどね、えー、科目はですね、えー、民法、えー、経済会計鑑定理論とこの4科目ですね4科目から成り立てると、あのー、民法経済会計は共用3科目というふうに言われておりましてそして、えー、まあ官邸理論、えー、があると。 で、えーまあ、スケジュールはね大変なスケジュールになっておりまして3日間使うんですね、まあ、7月下旬から8月上旬の日曜日を含む土日月ということで3日間使っちゃうとで1日目民法経済2日目会計そして2日目の後半が官邸理論。 の論文そして3日目が鑑定理論の論文そして、えー、最後の時間に鑑定理論の演習ということでありまして3日間使う試験なんですよと。で合格ラインはおおむね6割ということでありましてね、えー、まあこういう試験なんですね。でえー、っと、まあ、担当と論文ということでまあ大体ですね担当の方は えー、3人に1人、まあ35%ほどの方が合格すると、一方で論文式試験はですね、まあ約15%、7人に1人の方が合格するということでありまして、まあ最近ちょっと受かりやすくなってきてるのかなというふうに思いますね。あの2014年なんかはですね、非常に過酷な試験でありまして、合格者がもちろん人数、あの受験の人数もちょっとまあ,あ少ないというのはあるんですけども、えー、たった84名しか84名しか受かんなかったということで合格ライン えー、それに対して、えーまあ、昨年2018年は117人ということで、まあ、徐々に増えてきているということで、まあ、合格ラインがですねやっぱり15%ぐらいになるとですね、まあ、だいぶちょっと受かりやすいのかなということでありますねやっぱり10%足らずだとですねやっぱりかなりね、えー、センスのいい方から受かっていくということになりますけども15%ぐらいの合格率であれば。 えー、まあちょっとね、えー、頑張ってやる方も合格十分できる資格かなとやっぱりね10%足らずだとですね、まあ、非常にこうね、うん、ちょっとのミスも、あのー、命取りというような試験なんですよね、えー、ですけども、まあ、15%ぐらいの、ね、合格率であればですね、まあ、十分ですね 短期合格も可能なのかなということで、まあ、最近14%以上の、ね、合格率になっておりますんで、まあ、そういった意味ではですね受験生の方にとってはいい状況が実現しているということですね。であといい状況ということであの付け加えればですねやっぱり就職状況が非常にいいですよねあの私は不動産鑑定式は2007年からですねあのお手伝いさせていただいておりましてですねで2007年からあのお話しさせていただいてるんですけど あの合格者の方が、ね、非常に優秀な方いっぱい今まで私見てきましたけどもやっぱりリーマン・ショックの、ね、2008年の秋以降は、ね、本当に就職状況きつかったですねこんな素晴らしい、ね、あの能力の高い方がなかなか就職決まらないというのも私見てきました一方,で、ね、一方で最近アベノミクス以降ですね景気が上向いておりますから失業率も非常に低い水準でね景気が上向いてますから今どうなのかというと非常に就職状況いいですね。 え就職活動であの苦労しててるっていう話はあんまり聞かないですねなのでやっぱり全然こう上向いてきてるなということでありましてだから今がチャンスかなとただそんなチャンスは長く続かないのかなとも私一方で思ってるんですよだから今がチャンスかなというふうに思いますね。まあ、やっぱりあのオリンピック オの後はどうなってくるのかっていうのがありますから、まあ、したがってそのオリンピックまでの間にね、えーまあ、なるべく早い間にこう受かるのがまあ得策ななのかなといいう,うに思いますね今はとにかくいいと思いますよ。 でえー、っとピックアップということでありまして担当に受かればですね最大 3, 3回ですね担当免除で論文に集中できるということであります。そしてさっき私が申し上げましたけど短期合格が可能になるということで、まあ、国交省がですね短期合格可能な試験にね問題を今見直しているということでありまして、まあ、受験生の方にとってはですね、まあ、グッドニュースであるのかなと思いますね。 ではですねえー、と今度その次なんですけども10ページなんですけどね あのまあ宅建市から不動産鑑定士へのステップアップがおすすめですということでありましてあの行政法規というですね担当式試験にね、えー、行政法規という科目があるんですけれども37の法律を学ばなければいけないんですね。まあ、しかしながら宅建けに合格した方ないしは宅建を勉強した方はそのうちの13の法律は勉強済みであるということで、まあ、非常にですね宅建を、えー、宅っから来る方にとってはあこの不動産鑑定試験という といいうううのののはうーん、まあ、メリットのある試験なのかなかううに考えることができるんできんす、ねでまあ行政法規以外にも役に立つということでありまして「宅っけの試験というのは権利関係宅っ業法法令上の制限それからその他という、ね、こういう、まあえー、分野から成り立っているわけなんですけども権利関係であれば不動産鑑定試験の論文式試験の民法に直結します。 で宅建業法それから法令上の制限であれば行政法規に直結しますそしてその他、まあ、不動産鑑定評価基準ですね、まあ、これはもちろん鑑定理論につながりますということで、えー、経済学会計学以外の3科目にですね宅建士の勉強をしていればつながってくるということなんですよね。 でまあ、なんと60%がですね、達見の知識で、えー、取れちゃうということでありまして、まあ、達見をです、ね、持ってる方、あるいは宅見を勉強した方は、もう本当にこう、まあ、不動産鑑定士っていう資格はですね、非常にお勧めですから、えー、むしろ、その達見合格した、あるいは宅見で勉強した知識っていうのをそのままにしておくと、もったいないですから、ぜひチャレンジしていただくといいかなっていうふうに、私は考えております。 じゃあですね一体全体どれぐらい勉強すればいいのということで、まあ、もちろんその人それぞれなんです勉強時間というのはもちろん人それぞれなんですけども12ページなんですがあ担当式試験の、まあ、時間ですね勉強時間ですね500時間とそして論文式試験は、まあ、2000時間かかりますか2000時間ほどかかりますかねと。これはですねあのー えー、講義時間も含めてとということでありますねだから合わせて担当論文で2,500時間抗議時間も含めてまあ大体まあお、あのー、およそっていう感じですけどねもちろんこの。 えー、時間よりも非常に下回って合格される方もいらっしゃいますし、まあ、これよりも時間がかかってしまう方もいらっしゃいますけども、まあ、大体おおよそ2500時間ほどは見てほしいかなというふうに思いますねだから、えーまあ、1000時間はさすがにちょっと厳しいかなというふうに思いますね、まあ、2500時間はちょっと見てほしいかなとでこんなに勉強するのは嫌だというふうに思われるかも分かりませんけどもやっぱりその簡単に取れる資格ってねあんまり価値がないんですよ。 簡簡単単にに取取れれちちゃゃいいまますすからみみんんんんんなななでででうあんまり価値がないんですよやっぱり2,500時間も確保するしなければ取れない資格っていうのは簡単に取れませんから簡単に取れない資格ってこは非常にやっぱり役に立つわけですよね。で先ほども申し上げましたけども、えーまあ、今その不動産鑑定士の業界はまあ鑑定士さんにとってはまあいい,いい状況ですよね。需要は結構あると 一方でで供給は少ないといととうことですから商売しやすすい状況にあるわけですよしかも独占業務ですからね独占業務っていうのはのかの人たちはあのその仕事できないということになりますからね、えーまあ、したがって独占業務っていうのは守られてるわけですからね規制で守られてるわけですから非常にです、ね、商売しやすいということだと思いますんで、まあ、2500時間、えー、頑張ってね確保していただければなというふうに思いますねでも私はね2500時間なんて申し訳ないですけどそんなにあの多くの時間、えー、割いてるとは思いませんね。 むしろねあのプロ中のプロになるんだったらこれぐらいの,あの時間を費やさなないいとむしろ慣れないですよ、えー、私は大学大学院と、まあ、経済学学んで、まあ、今もずっと、まあ、勉強中ということでね、まあ、やってるわけなんですけどももうあの大学大学院の時ではもう1万時間は超えてますよね。 ですから、その極めるっていうことを考えると、やっぱりね、5000時間だとか1万時間だとかいっちゃうわけなんですよね。で、不動産鑑定士っていうのは、不動産鑑定士の最高峰の資格になるわけですからね、やっぱりそれ相応の時間がかかると、時間がかかるからこそ価値があるというふうに私は思いますんで、まあ、あ,あんまりね、簡単に取れる資格っていうのは、逆に言えばね、そんなにね、まあ、あの魅力的じゃないというふうに、むしろね、えーその、そういうふうに捉えていただいたほうがいいのかなと、これだけ時間がかかるわけですから。 だからこそ価値があると思って食らいついて頂いければなというふうに思いますけどね。ではですねあの不動産鑑定士合格するにはですねレックではどういうふうな、ね、カリキュラムを、えー 行っていいるのかととますとですでね13ページのところに3つの、ね、コースがご用意させていただいてるんですけども最短突破型バランス重視型担当特化型ということで、まあ、最短突破型っていうのは担当式試験も論文式試験も一気にやっちゃうとで最短で合格しようよと。 いうことでありまして、まあこれはね、ただね、社会人の方非常に厳しいですね。えー、やっぱりあの非常にこうまあ担当と論文同時にですね、まあ一、えー、年足らずで合格しようということは相当な時間がやっぱりねかかりますから、ちょっとやっぱり学生さんがメインなのかなと、そういったコースですね。 まあただちょっとね、今相当時間があるんだっていう社会人の方なんかも毎年いらっしゃいまして、そういった方も毎年結果,あの結果出されてますんで、まあ、時間確保される方は、ぜひ社会人の方でもチャレンジしていただければと思います。で、多くの社会人の方は、このバランス重視型ですね、えー、まあ、まずですね、担当も論文も勉強するんですけども、まあ、担当合格を目指すと、で、論文の方はですね、 あの基本的な部分、インプットの部分ここを勉強するということで実際に論文式試験を合格するにはですね、当練というふうに言いましてね、当案練習会というふうに言いまして当案を書く練習をするわけなんですよねで、それは後回しというのがバランス重視型ですね当、えー、案を書く練習までしちゃうと担当の合格を担当の 勉強時間したがってそのインプットの部分論文のインプットの部分、えー、そこはバランス重視型ではあの取り込んでますけど実際論文を書くというね本格的に書いて練習するというのはちょっと後回しにするというのがバランス重視型ですねまずは担当を受かるとそしてえ論文のインプットの部分は済ませておくとこれがバランス重視型になります。で、えー、最後、まあ、忙しい方いらっしゃいますよね。 本当に、ね、忙しい方なんかも担当特化型です、論文式試験あるんですけど、それはもう後回しと、ね、担当だけに集中すると、これが担当、えー、特化型ということであります。で具体的にですね、い、えー、きますと、えーまあ、最短、えー、突破型のカリキュラムですね、えー、時間がある方という、えー、向けのコースなんですけども、まあ、官邸理論を得意科目とすると、で行政法規は後に回すと。 えー、そして会計学、経済学、民法、教養三科目、ですねこれは年内に仕上げちゃうと、で当連もし、ひたすらね、えー、当連もし、これを受けて、ですね、まあ、答案を書くことになれるというね、もう担当と論文ですね、7月、2019年の7月に始めて、ですね、えー、2020年に担当と論文、両方合格しちゃうよと、えー、これを目指すコースですね、まあ、ただ結構厳しいです。なので時間がある方 ねえ、だから学生さんなんかはぜひチャレンジしてほしいんです学生さんなんかはぜひチャレンジしてほしいんですけどもまあ、社会人の方であれば時間が確保できるだろうという方ですねそういった方に私はぜひチャレンジしていただきたいと思っておりますで次ですねバランス重視型ですねバランス重視型こちらはですねとにかくまあ担当合格これをまあ軸に置く担当合格の学生に軸を置くわけですね だけども論文式試験の対策ですね、インプット講座はもうやっちゃいますよと、インプット講座はやっちゃいますよと、だけど、答案練習会という、まあ、論文を実際書くというね、アウトプットのコース、これはちょっと後回しですよと、これがバランス重視型ですね。まあ、社会人の方なんかはまあ正直言いまして、えー、最短突破型、厳しいかなというふうに思いますんで、まあ、多くの方があのバランス重視型の方かなと思いますね。 で、えー、自分はちょっとね相当時間がないんですだけどあの鑑定士になりたいんですとどうしてもなりたいんですという方はもう担当特化型ですねもう何よりも担当試験にまず合格するんだと、ね、来年の担当式試験に合格するんだとで論文式試験はそこからですね勉強スタートしますとこれが論文、えー、担当特化型のカリキュラムですねですかね。 まあ、この3つの、ね、コースをご用意させていただいておりますのでぜひご検討いただければと思いますね。で1つ付け加えればですねこの REC の講座は毎年なんですけども平成30年度財務省研修使用講座ということでありまして財務省の研修で使っていただいている講座でありましてね 私なんかも、まあ、財務省でね講義もさせていただいてるんですけどもあのもう10年ぐらいですかねこの講座を研修に使用していただいているということで、まあ、実績なんかもありますんで、まあ、ぜひねあの、えー、皆さんもあのこの講座をね使って合格目指していただければと思いますね。で、まあ、1点ちょっとねあの勉強法ということでお話しさせていただきますと。 あのまあ、私経済学ないしは会計学もあのライブ講義では担当するんですけどもあの収録では経済学を担当しておりますがあの勉強法といたしましてね あの経済学を例えばあ得意な方がいらはじゃあ経済学勉強いっぱい頑張ってですね経済学で得点稼ごうというふうに思う方いらっしゃるかもしれませんけどそういう方ってねなかなか短期合格実は残念ながらあーしてないんですよね。どういう方が受かりやすいのかっていうとあのどの科目も6割を超えるようなあそういった力を身につけてる方。 そういった方がね、えー、短期で合格しておっております。なのであのバランスのいい勉強をね心がけていただければと思いますね。だから経済学が得意な方はですね、まあそれはそれである程度まであの持ってってもちろん構わないんですけれども、民法が苦手であれば民法をねもっと底上げするようなことを考えるとね。だから。 長所を伸ばすというよりも、ね、短あの長所を伸ばしていく学習法よりもですね穴をなくしていく学習法ですねそういった方をしているそういった勉強をしている方があの早く受かってますんで、えー、早く受かって私は欲しいんですけどもあの苦手科目をなくすというね 得意科目を伸ばしていいくという、ね、勉強法よりも苦手科目をなくすという、ね、勉強をしている方の方が早く受かる傾向がありますんでぜひ今あので是非勉強を、ね、しようと思ったならばそういうスタンスで、ね、勉強に臨んでいただければと思いますね。でなぜかというとね本試験の問題を作ってる方は誰かというと学者なんですよね経済学会計学であれば学者の先生が作ってると。で学者のの方っていうのは 例えば一年目と一年目の問題を作る先生だったら、あのレベルの差加減ってまだ分かんないんですよ。大学の学部でね、あの試験問題作ってそれで採点してるわけですけど、大学とそれから国家試験のあのあのレベルって全然違うじゃないですか。だから差加減が分かんないからね、ね、えー、初年度の先生なんかにはよくあるんですけども、難しすぎる問題をね出しちゃうってことがあるんですよ。 難しすぎる問題が出ちゃった場合は取れませんからいくら経済学得意な方でもももうう点近いいでですすよよそういった年もあるんですよ例えば2018年の、ね、経済学というのはあ非常にマクロ経済学の分野で荒れたんですよ。 えどう荒れたのかっていうとあの経済成長理論というのが出ましてですねあの非常に難解な理論なんですねそれが問われたということでまあ、合格された方でもですねほとんどちょっとかけませんでしたという方も多かったですよねだからまあ要は何が言いたいのかというと2018年度なんかは経済学で点数を稼ごうとした方は経済学で点数を稼げなかったんですよ経済学苦手な人と経済学得意な人がほとんど同じ点数なんですよ。 会計学でもそういった年ありましたよ事業分離っていうね分あのそういった会計学のそういった領域があるんですけども、まあ、会計士さんなんかはね事業分離はもちろんこう知らなきゃいけないネタなんですけど鑑定士は事業分離ちょっといいだろうっていうような感じなんですよ。 ですよねですから会計学が得意だから会計学で点数を稼ごうとしてた方はやっぱ事業分離まで手回ってないですからできないんですよ。事業分離で落としちゃうわけですよ。ですから会計学得意な人と得意じゃない人で全然差がつかなくなっちゃったという年もあるわけですよね。だからこの自分はこれが得意科目だから、えー、でだからこの科目で点数を稼ぐというのは。 あの当たればいいですよ当たればいいですけどあの外れる場合も結構あるんですよね結構ねあのやたら難しい問題が出るっていうのがあの10年にいっぺんとかじゃなくてですね結構頻繁にあるんですよ。これ解けないよねというのが結構そのあるんですよね。なのでバランスのいい勉強を、ね、心がけてればみんなができないんだからそれはいいんですよ。 で他でちゃんと取るとこ取っていれば受かりますからだからそういう勉強法バランスのいい勉強法これを心掛けていただく方が早く受かるということだと思いますんでぜひともですね、あのー 短期合格とととといいいいううののをを考えるならばばバランスのいい勉強ということを心けけていただければと思います、ね、で、まあ私の方でもうそろそろ終わりますけどもいろいろ話させていただきましたけども鑑定士の魅力、えー、そしてまあ試験制度そして合格するにはこういうことを、まあ、心がけてほしいということでレックの,あの提供させていただいている教材講座の、ね、説明させていただきましたが、えー、実際にねその、まあ、勉強していただくことが確定したらね 別にレックでも、まあ、あ他社さんでもまあいいですけどもあのぜひあのサンプルの、ね、レックは、ね、少なくとも、ね、あのサンプルの動画を提供させていただいてるんですよだから私の合格基礎講座という講座があるんですけどもあの1回目の講座無料で YouTube であのご覧になられますからご覧いただくこと可能ですからぜひとも1回目の、ね、私の経済学の講座 民法も会計も鑑定理論も、えー、1回目の講座無料でね、YouTube で見られますんで、従、まあ、ってぜひね、見ていただいて、それで、あのいや、こいつらの話、全然わかりにくいよってなんだったらいいですけども、わ、えー、かりやすいというふうに思って、それでチャレンジ、えー、したいと思っていただくんだったら、われわれはね、最大限サポートさせていただきますんであの、ぜひね、チャレンジしていただければと思っております。えー、それでですね、えー、本日のガイダンスですね、えー、以上と。 させていただきますどうも皆さんお疲れ様でした